さて、準備ができたね。あとはリリアちゃんを待てばいいだけだ。待たせたね、ルカ。リリアちゃん、準備はできた。僕は何の問題もないよ。楽しみだね、帝王神時渡り学習。僕とルカがいれば怖いものなしさ。それじゃあ、時空の支配者、皇帝神伯様のところに行こう。楽しみだね、主要時代のパパやママに会えるなんて。どれほどの実力か楽しみです。行こう、過去へ。アリシア様とお茶の約束してるわ。俺はもう入ったから、今から月下とことかの3人でお茶をする予定なんだ。あ、それ私も混ざっていい。元人間組だね、いいね。それじゃあ私は帝国出身組でお茶会しましょうか。じゃあラル様も呼ばないとですね。カナとハクとソフィアはちょうど地球に遊びに行ってるし、ちょうどいいわね。それじゃあ月下、部屋までついていくよ。一緒に行こうよ。うん、お待たせ。月下とことかも多分もう始めてるだろうから少し急ごうか。そうだね、人間組だから苦労も分かち合えそう。全員役職違うからね。危ない。なんだこの魔法陣。わかんない、でもここまで一気に突破してきた魔法陣だ。気をつけないと。ゼロ、ガーディアンシールド。絶対に離れないで。人だ。ここまでの強力な結界を破ってくるなんて。ここが、過去だね。あなた誰？戦闘次第では容赦しないわよ。パパ、ママ。パパ、ママ。うわぁ、本当に過去のパパとママだ。見た目は全然変わってないのに、力量が全然違う。待って、あなた誰？名乗ってよ。そうだね、この時間軸では初めましてだからね。私の名前は引き、ルカ。パパと石化の間に生まれた正真正銘の娘だよ。はぁ。でもよかったわー。石化もそうだけど、やっぱり人間組みんなかなり苦労してるのね。そうですよ、規模が違いますし、やっぱり私たちの常識が全く通用しませんからね。月下先輩はすごいですよ、もう世界の化学物質のほとんどを記憶してるじゃないですか。そうしないと、ずっと終わらないのよ。ことかちゃんもメリアちゃんのアシストをするためにいろんな言語を覚えてるそうじゃない。まだ1割も覚えきれてないですから。一つの星に大体55くらい、やってられないわね。でもアリシア様は完璧にこなしてますし、私も頑張らないと。あんまり気を張らないようにね、先は長いんだから。月下、ことか、ちょっと来てくれー。あ、やっと来た、遅かったわね。ん、パト、月下、この子は誰？従属神じゃないわよね。月下創世支配神様、ことか歌姫神様。すごい、みんな全然見た目変わってない。私たちのこと、知ってるみたいだね。というか私たち、そんな大それた肩書きなんてないんだけどね。パト、この子は、俺と月下の未来の子供らしい。はじめまして、シキルカと言います。ルカ、青い宝石、って意味もありますね。二人がつけそうないい名前です。いやいや、ことかちゃん順応早すぎ。未来の子供。聞きたいんだけど、なんで過去の世界に来たの？それは主要です。帝王神候補の。帝王神候補なんですか？すごいですね。うん、パパに聞いたけど、今の帝王神候補じゃなくて、四代目帝王神様が再度決めた帝王神候補。つまり次世代の帝王神候補になります。順位もすごいわよ。何位なの？私で帝王神候補第2位だよ。第2位？かなり優秀じゃない？四季家もとうとう神界を制覇する一族になっちゃったか。本当、世の中どうなるかわからないものよね。そういえば、一人で来たの。うん、二
二人だよ。リリアちゃんと途中ではぐれちゃって。リリア。うん、パパとメリア様の娘で次世代の帝王新候補1位だよ。わーお。ここか、過去か。僕らの時代と全然変わらないね。お父様やお母様方が、綺麗に保ってきた証拠か。いけない、結構準備で遅れましたね。早く行かないと、みんなを待たせちゃう。待ってください。私。あれ、この子、見たことないですね。しかもこのエリアは従属品以下は立ち入り禁止のはず。やっぱり。お母様。お母様。やはりお母様。すごい、僕の時代と全然変わってない、お美しいままだ。あの、いきなり近づかないでくれます。それにあなた、従属品ではないわよね。失礼しました。僕の名前はリリア・メルトリア、帝王新候補1位で、メリアお母様とパパお父様の娘です。帝王新候補1位、私とご主人の娘、メルトリア。はい、僕は帝王新候補の訓練ということで、過去に旅立ち、過去で知り得なかった知識を身につけてくるためにこの過去にやってきました。お母様やお父様なら心当たりあるのではないでしょうか。時渡りの試練ね。さすがです。なるほど、まさか自分の娘と会えるとは思いもしませんでした。それで他にこの世界には誰が来ているのですか。今回来ているのは私と、お父様と石化原始支配神様の娘である、地球化の二人で来ております。でもどうして一緒ではないの。ルカが離れてしまったんです。何せ今回が初の時渡りでしたので。そう、なら私の将来の娘だからね、協力しましょう。ありがとうございます、お母様。見た感じご主人の面影もあるわね。遺伝結晶はうまくいってるみたい。どうしました。いやなんでもないわ。それじゃあ少し待っててくれるかな。少し連絡してから戻ってくるから。はい。わぁ、全然変わらない。やっぱりすごいんだね、ここの建物。最初は驚いたけど、話してみると結果によく似てる。見た目は本当私によく似てるわね。性格はなんかのほほんとしてるから外に似たのかな。ふん、少し騒ぎすぎちゃったな。アホげ。まさかそんなところにパパの遺伝子が。ねえねえママ、ソフィア師匠はいないの。ソフィア師匠。今はハクトカナと一緒に地球に遊びに行ってるわ。遊び、行っていいの。まあ、自由時間はどこに行ってもいいってことになってるしな。それよりソフィア師匠って。ふふん、私はいろんな支配を持ってるけど、その中で今一番使ってるのが、異質異能支配と原始支配なんだよ。そうなのか。うん、全知全能とか神羅万象もあるけど、その中から異質異能と原始が得意でね。神界帝国最強の錬金術師って呼ばれてるんだよ。え、何この子、私よりはるかに頭いいんだけど。それで次世代の帝王新候補2位か、それはすごいな。別件、ここ最近もソフィア師匠と異質世界を探検したんだよ。589層まで。せっか、確か今ソフィアが最高見たことある層って。15層って聞いた気がするわ。この数年でかなり発達してんな。さあ、早くリリアちゃんを見つけよう。気配はこっちからしてるから多分こっちだよ。これは先が長そうだ。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか。ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。